はい、どうもライです。今回ですね、超降臨魔法粒子ガジルの魔法ラム級に挑戦しています。で、今回なんですけど、まさかのオート周回でございます。いやー、まさかね、魔法ラム級をオート周回できるとは思ってなかったですね。で、今回は、ゼーラ、テガジル、あ、間違った。ゼーラ、ゼレフ、で、アクノロギア。この3体で行っております。後で、装備した順番とかを見せると思うんですけど、結構がっつり、結構早く、オート周回もできてるので、結構、今回は周回しやすいかなと思っております。誰に攻撃してもね、結構、アクノロギアのこの悲しみ、苦しみの方向でもうほとんどやられてしまいまして、その後のゼレフのこのね、これで倒すと、結構早く攻略できたので今回動画にしました。ということで攻略完了ですね。魔法乱舞級をさ、オート周回できると思ってなかったんですけど、という感じでちょっと編成の方を見ていこうかな。はい、ということで今回は、超降臨魔晶粒子ガジルの魔法ラム級をオート周回してみたという動画です。ということで見ていくんですけど、そうですね、土属性と、光属性ですね、ちょっと弱めなのは、全体的に土と光で構成すると結構、相手にダメージ与えられるかなと思います。大体が他のね、光と土以外が結構極強なので、でリリンに関しては無効されるので、そうですね、無属性以外で構成するといいかもしれないですね。ということで今回こんな感じの編成で、攻略できました。ゼーラは、いつも通りこんな感じですね、妖精の尻尾、キューティクルショット、ローモドキ、この3つこの順番で、入れております。でゼレフがですね、暗黒爆炎陣1曲で、暗黒爆炎陣でアンクセラムの怒りという感じの順番です。で最後アクノロギアは終焉の力、滅流の方向で、苦しみの方向という感じですね。今回はね、結構スムーズにオート周回できて、自分も初ですね、魔法ラム級をオートで周回できたのは。なので、今回が結構弱めだったのかっていうのもありますね。多分周回しやすくなってたのかなと思います。ですね。あと相手の先手攻撃とか、素早さ高いキャラがいなかったので結構、スムーズに攻略できたって感じですね。グレイぐらいか先制攻撃してきたの。他はもう攻撃されずに、ゼーラとかゼルフとかでできたので、なので1体目に、素早さ高いキャラ入れて、その素早さ高いキャラが素早さバフとかをかければ結構周回しやすいかもしれないですね。ということでね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。